はい、じゃあよろしくお願いします。今回は社会の地理、東北地方を回る2をお送りします。で、前回からね、東北地方が始まって、まあ、前回は都道府県を取り上げてないので、ここから都道府県を取り上げていきます。で、今回は2つ都道府県を取り上げて、穴埋めは全部で7問です。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、説明しながら穴埋めやっていくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、 A の都道府県からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。ではまずね、この2つ A、B ね、この2個の都道府県から行きます。で、前回もね、ちょっと話をしましたけど、東北地方の前は関東地方をやりました。で、ここにあるのが群馬県、ちょっと見にくいけどね、群馬県、栃木県、茨城県が3つあります。まあ、よく北関東って言われる3つだね。で、その北にくっついてるこの都道府県から。で、その A が福島県です。まず A が福島県ね。で、この福島県はね、漆器とか酒造りなんかのホニャララ産業っていうのが盛んです。で、この東北はね、このホニャララ産業が結構キーワードというかよく出てくるんだけど、まずこれ名前言っとこうか。伝統産業って言います。まあ、昔から続いている産業ね、こういうね、伝統産業、漆器とか酒造りだったね。で、その中でも福島県はね、会津塗っていうのがあります。これすごく有名で、で、この会津塗っていうのは国からホニャララ品、これに指定されています。でね、この名前もぜひ覚えておいてください。またね、伝統がつく、これ伝統的工芸品って言います。伝統的工芸品ね。で、これに指定されてる、国からね。で、またあのね、ここに湖があります、1個。これね、ちょっと見にくいかもしれないけど、ここにあるんですけど、これ猪苗代湖って言って、まあ、そのね、猪苗代湖水系を使った水力発電があったりとか、あと綺麗な水をね、利用した電子部品とか精密機械、こういう工業が発達してます、福島はね。なので、その辺もぜひ覚えておいてください。では次ね、その右上と言っていいかな、まあ、北にね、行きますけど、 B の都道府県に行きます。ではまずそこの名前から、宮城県です。ちょっとごめんね、おかしくなっちゃった。宮城県ね。で、まず宮城県には政令指定都市があります。これ東北で唯一です、一つしかない政令指定都市が。で、それが何市かっていうと、仙台市です。いいね、仙台市、政令指定都市となってます。で、やっぱりね、政令指定都市に指定されてるだけあって、一番もう盛んの、なんだ、人が集まってると。なので、東北地方の行政の中心となります。で、こういった地方の中で、その行政の中心となる都市の名前、これまあね、前にも出てきてますけど、こういうのを地方の中心になるから、中枢と書いて地方中枢都市って言います。これが東北地方の中では仙台市がその役目を担ってる。で、また一個平野、名前覚えといてください。稲作です。それが盛んなホニャララ平野があります。ただこれ名前ね、覚えやすくって、また仙台なんだ、仙台平野って言います。で、場所からすると、まあ、この辺、この辺りが仙台平野というので、それも覚えておいてください。では今回は社会の地理、東北地方丸2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、あと4つ都道府県が残ってますので、まあ、引き続きね、やっていくんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。